4面くるくる変化カードを Excel で作ってみました。あらかじめ Excel にこのような枠をつけて作っておきます。枠はコメントの URL をクリックしてください。この枠に絵や文字を貼り付けていきます。ここでは分かりやすいように半透明の絵を貼り付けていきます。これは2枚分取れるようになっていますので、同じ図形を2つ貼り付けていっています。1枚目は黄色いダイヤ、2枚目はオレンジ色のダイヤです。次は上下が分かりやすいようにハートの模様にしてみましょう。後で使いますので、この同じハート模様をコピーしておきます。違いが分かるように緑色にしておきます。この青いハートは180度回転させます。半分は外にはみ出ています。同じ位置に2枚分下に貼り付けます。3枚目、これも半分下にはみ出します。最後に緑色の、ハートを貼り付ける前に表示ボタンを、タブをクリックして、その後メモリ線を消してください。こんな状態です。そして、これをコピーして図として貼り付けます。こんな風に左右反対に貼り付けます。Windows 7 より前には、図としてコピーという機能がありますので探してみてください。ここまでできたら、今度は右下のところで、表示を開ページプレビューに変えます。表示からでも変えることができます。開ページプレビューにすると青い線が出てきます。青い線のところにカーソルを持っていくと、印刷範囲を変えることができます。下側はハート模様が半分だけ出るように、上も同じように半分だけ印刷できるように、こんな風に囲みます。印刷プレビューはこうなっています。さあ、これを印刷して作っていきましょう。2倍分になっていますから、真ん中でカットします。まず周りを切りましょう。そしてさらに縦に半分。これを半分に切っておきます。さあ、こちらにくるくる回する仕組みがあります。真ん中の切れ込みを I 字型に入れていきます。
ここからの折り方よく見てくださいね。切り目を入れたところで折ります。そうすると青いハートが出てきました。片っぽだけ開きます。くるりっと外に折り返すようにして真ん中を合わせると緑のハートが出てきました。反対もくるりっと外に出して緑のハートが出てくるようにしております。また戻したら一度開いてしまいます。先ほどの切り目の横のところに少しだけ糊をつけてください。つけすぎると開かなくなるので気をつけてくださいね。ここをしっかり貼ります。そうしたらちょっと次が難しいですよ。この部分、青いハートは折らないようにして真ん中にうっすらと線が見えますので、そこに合わせて折ってください。見えづらい時には印をつけておくといいと思います。反対側もこの青いハートが出てくるようにして折ります。そうすると裏返すとこんな形になっています。で、先ほどつけた折り目のところで折ると十字の形になります。これで仕組みができました。緑のハートがの向きを確かめてから、この上に、オレンジのダイヤを貼っていきましょう。仕組みに糊をつけたら、真ん中の開くところに合わせて貼り付けていきます。上下を間違えないように、中のハートと同じ向きになるように貼ってください。この場合ダイヤですから上下はあまり関係がありません。裏返したら今度は黄色の、ダイヤを貼っていきます。黄色のダイヤは縦に半分に切ります。糊をつけたら次貼るときに間違えないようにしてくださいね。私一度間違えちゃいました。右と左を反対に貼ります。これで持ち上げたまま折り目をつけてください。持ち上げたまま折り返してしっかりと折り目をつける。下に置いたまま折ると失敗してしまいますので気をつけてください。ほら、黄色いダイヤもちゃんとくっついた状態で出てきました。これでくるくる回るカードの完成です。お好きな画像を貼り付けて作ってみてください。